龍馬の公演する門真公園ルミエールホールへの行き方をね、私と一緒にちょっと行ってみましょう。この裏面の行き方に書いてあります、この一番上の JR 大阪駅より古川橋に行く方法で、私と一緒に行ってみましょう。というわけで早速行きましょうか。160円。しちゃいました。ルミエールホールって書いてますね。これ、改札出て右側に行きましょう。なんだ、親切に書いてくれてますね。バスターミナル、多分これのことですね。ここにバスがたくさん止まりに来るんだと思います。そこはね、あの教習所とか行くためのあのバスが出てるんですよね、古川橋って。大黒ドラッグアッパーそのまま直進してったらいいんですね。地図を逆さまに見たら分かりやすいかもしれないです。片岡さん若いですねもう、あ、すいません、ギャルがいっぱい惹かれそうになった。そうこう喋ってるうちに大変、大変、大変だ。サンジョゼ広場、サンジョゼ広場、セブンイレブン、そまち、やっと信号出てきましたね。着きましたよ。5分歩いたかなぐらい。なんかめっちゃ近いんですね。ここ到着。本当近かった。止めたら全然近かった。門真まで見に来てね。こうやな。ミジンコターボ。お母さんがゾウマ。楽しかった。見てくれてありがとうございます。